はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？暑い日が続いております。これからの3連休も非常に高温が続くということですので、練習あるいは大会、試合に備えて十分な暑さ対策をお願いしますね。はい、それではですね、今日の本題に入っていきたいと思います。じゃじゃーん。久々に Z さんでございます。この2018年秋冬モデルの新商品限定モデルのご紹介です。だからまあ在庫積んで売るやつじゃないから展示会で注文出しただけってことですね。公式セカンドショートモデルですね。BPGPROG、ちょっといつもと違う品番がついておりますが、限定源田さんモデルですね。今は飛ぶ鳥を落とす勢いの名手西武ライオンズのショートストップでございます。どうぞ。はい、それでは始めていきたいと思いますね。よいしょよいしょ。作られておりますが、まあ、オーダー扱いで、注文を受けた分だけ作ってらっしゃると思うんです。そんな格好でですね、まあ、オーダー扱いみたいなところで、紹介をしていきたいなというふうに思うんですよね。はい、よいしょよいしょ。はい、それでは始めていきますね。どうでしょうか。あ、こいつも失敗するんだな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ん？もう、よし、これ上げてみて。もうね。はい、始めていきたいと思います。どうでしょうか。源田さんモデルはありますが、カラーは高校生のルールに沿った高校生の方の試合で使えるカラーに変わっております。じゃじゃんじゃじゃん。おっほ、まあ、今回当店で注文したのはカラーはオレンジとタンの組み合わせですね。まあ見せろって、見せますよ。はい、どうだ。プロステさんですね。プロステオーダーと入っております。こちらが源田さんのモデル。小ぶりの内野手用、セカンドショート、ご本人はショートですかね、でございますね。じゃあ順番に特徴の方を見ていきたいと思いますが、どうだ。あ、そうですね。ここに鈴木さんマーク入ってますね。はい、オーダーでございます。こちら特徴は源田さんのグラブね。今見た、まずはプロステレザーを使っているということですけれども、形状、サイズはですね Z さんの4ですが、 Z さんセンチとかインチとかないので、実際に測ったところ11と4分の1のサイズでございますね。小ぶりの内野手ですね。はい。で、形状はこのヒールの形状を見ていただいたら分かるようにボックス型をしておりますので、こういう閉じが自然なグラブだというふうなことは言えるんじゃないでしょうかね。はい。で、ポケットは広めでございます。ポケット広めでやや深め。ね、送球へ素早く移れるような意図をしていると Z さんはカタログに歌っております。はい、こういう感じね。はい、で、あとですね、ヒールレースは逆巻き、親指が効く感じですね。で、パームレースはシングルパームレースでありますが、土手紐抜きになっております。形的にはね、まあ、ただこの土手紐抜きの穴ちっちゃいんで、これ飾り穴のような気もしなくもないですね。はい、どうですか。非常にボールの出し入れしやすいようなっていうね、意図したグラブであるというのが見とれると思いますね。はい、じゃあ背面いきます。こちら親指側、とラベルはねこの流行りの親指付け根でございますが、はみは切りはみでございます。で、切りはみでストレートのタイプですね。で、こちら指掛けはロングサムループのタイプですね。しっかり親指芯をサムループが中で押さえてる形のものですね。前も説明しましたけど、それから指掛けのところちょっと見ましたところ、これ見えますか、ここにレースが入ってますね。サムアップ加工のタイプのレースですね。ここのパームレースの端の締め具合で親指の締め具合が調整できるタイプですね。はい。親指側そんな感じですか？うん。プロセイタスのロゴですね。それでは手口ベルトいきましょうか。こういった形の手口部になっておりますが、うん。どうだ？特徴的なのは、まあ、ラベルの位置もそうなんですけど、こちら手口ベルトのレースはここで縛ってますね。ここで縛るタイプにしてます。通常ここで縛りますけどね。はい。まあでもこれも穴がちっちゃいから飾り穴で花からここで縛ろうっていうことだと思うんですけど、無理やりね通そうと思えば通せますけど、通常のレース穴よりちっちゃいですね。はい。な感じです。で、背面。切りはみがしっかりした切りはみがねオーダークオリティですから入っておりますけれども、ガセット、広いポケットを構成するためのガセットがありますね。はい。で、ウェブはバスケットウェブをご使用されておりますが、飾りタイプですね。モディファイタイプのこのヒンジが入ったタイプになりますね。ヒンジのバスケットウェブで、ウェブトップ、ブリッジはクロスロックで、通してございますね。この辺もこだわりなんでしょうかね。はい。そうですね。あと背面から気になるところでいきますと、そんなところですか。で、一応カタログ上は、小指2本入れ対応不可というふうなことでございました。本人はこうやって使ってるようですね。普通に入れて、人差し指出して使ってるというふうなことで、これ写真等で確認できると思いますね。はい。どうでしょうかね。もちろん、Z さんに限り Z さんは下請けに出さずに自社の社員が作ってますから、メイドインジャパンと大阪で作っておりますね。その辺非常に素晴らしいと思います。はい。なるほどね。どっか見たいとこありますか？まあ皮は文句ないですよね。はい。形、このボックス型好き嫌いがございますけれども、非常に今のね高校生さんのプレイスタイルにはぴったりくるんじゃないですか。これね取りやすそうですね。はい。大きくて深めのポケットと、広いんですね。広いんですね。だからこう、ボールの出し入れがしやすいというふうに Z さん言ってますね。はい。で一応カラーはさっき言ったオレンジのレザーに、タンのレースなんですけど、ヌイートカラーはこれサックスですね。サックスだな。うん、そうです。まあ、流行りの、私はそう思ってるんですけど、ブルー系のカラーもちゃっと入れてるというね。ヌイートカラーに制限はなかったはずですので、OK ですね。はい。どうでしたでしょうか。じゃあちょっとぐるっと一周最後見ますか。源田モデルでございます。まあ、他にもカラー展開ございましたけれども、私どもではこのオレンジのカラーがいいんではないかなということで、注文して仕入れております。非常に上質な作りでございますね。はい。はい、どうでしたでしょうか。今日は西武ライオンズショートストップ源田選手のモデルのご紹介でございました。高校生でも使えるカラーとなっております。また在庫しておりますので、興味のある方ご来店くださいね。それでは皆さん、さようなら。